ドームでのライブ最高。私もずっとこうしていたいな。さすがにそれは無理だろう。でも本当に広いよね。聞こえてるみたいだね。なんか私も私も、うん、バッチリ。よし、それじゃあ次の曲も。待ちなさい、ポッピンパーティー。今日はポッピンパーティーの大事な日だもん。みんなで応援に行こうって約束してたの。まあそういうこと。ポッピンパーティー、今まで以上に会場を盛り上げる覚悟はでき、もちろんね。突然の乱入に驚い、うん、すごいすごいすごい、すっごく楽しい。ドームでのライブがこんなに楽しいなんて知らなきゃ。私もたまにあるよ。結構がっくりくるよね。ところでかすみ、時間大丈夫？スタジオ練習の割にはギター持ってきてないみたいだけど。ううん、今日はマリナさんにちょっと相談があって。今度のライブのことなんだけどね、セットリストが変更になるかもって話で。あら、かすみにらんじゃない。本当だ。おーい、かすみちゃん、らんちゃん。コウ、それにあやさんも。珍しい組み合わせですね。そこでばったり会ったんだ。私は次のライブの相談に来たんだけど、二人はこれから。私は終わったところです。そこでかすみに会って夢の話を聞いてました。夢？聞いてよ。実は。へえ、ドームライブか。はい、寝る前にかっこいいドームライブの映像を見てたので、そのせいだと思うんですけど。あるある、そういうこと。ドームライブといえば、今度スパークルドームでイベントがあるんだよね。確かさっきチラシを。ガールズバンドエキスポ。あ、このバンド、すっごく気になってたバンドだよ。すごい、行きた。まったく、一体何を騒いでいるの。あら、ユキナじゃない。こんにちは、ユキナちゃん。今ね、ガールズバンドエキスポの話をして。元はカスミが見た夢の話でしたけどね。わからないけれど、ガールズバンドエキスポに行きたいのなら諦めた方がいいかもしれないわね。え？どうして？そのイベント、開催日が今日なのよ。あ、本当だ。さすがに当日じゃチケットは取れそうにないね。残念。チケットってもしかしてこれのことかしら。これは確かにガールズバンドエキスポのチケットね。どうしてこれ。お父様からいただいたの。ハロハピのみんなを誘ってたんだけど、都合がつかなくてまた今度にしましょうってお話をしていた。でもかすみが行きたいならちょうどいいわ。これからみんなで行きましょ。え、本当にいいの。やった、さすが心。ありがとう。どういたしまして。
Thank you.